皆さんこんばんは、キャンディレインです。それでは11月29日の、メンテ馬関係チェックやっていきたいと思います。よろしくお願いします。ちょっと今日はいつも木曜日に、録画してるんですけど、今日ちょっと水曜日で、はい、していきます。でですね、はい、早速見ていきますけれども、まあ、今週馬に関してはなかったと思います。で、まあ、ウルキタのまた新しいのが来ていてとかあるので、はい、ですね。で、まあ異物とかですか、いろいろなんか増えて、 あと足が、そうです、いよいよ最後の足が来た感じなので、まあこれダメ減と回避それぞれ、こっちがダメ減ですかね、こっちが回避、あ、こっちの緑回避靴で、こっちがダメ減ですかね、となってます。あとはまあ異物ですね、はい。あとまあキャラ調整がありまして、あとソラレですね、あと、あ、まあソラレですね、これ。で、あとアイテム、カランダの心臓、靴の心臓取引所に、あと購入料とかコスの交換、あとモンスター式依頼で、ララのデイリーが週刊依頼に変更ですね。これまあなんでなんですか、まああまりこの焦げた破片そんなにもういらないみたいな感じなのか、それとも魔の作成の供給が増えてるからかちょっと分かりませんけれども、ちょっとまあ、はい、週刊以内になったと。あとはカリーですね。で、そうですね、雪原杉の外見が既存の他の木と区別できるようになりました。まあ、だいぶ、雪原杉はもうだいぶ前からあったと思うんですが、確かに見分け全くつかなかったので、はい。あと、スキル、最終時間にメモ。できる、あとサイコロが自動で振ってくれるみたいなやつがついたって感じですね。で、これ普通のサイコロだけなので、ちょっとお待ちください。お待ちくださいと言いつつ、これで多分いけるはず。ですね、まあ、特殊サイコロは自動振ることができないのな、あの白いやつですね。多分これ貯めてる人めちゃくちゃ貯めてると思うので、溜まってると思うので、それ自動で振ってくれる機能がついたということですね。あとはまあ馬に関して、だからまあ今週はなしですね、アップデに関して。で、修正変更でも特にまあ馬に関するもないので、まあ、今週はなしということで、以上でアップデの方終わりまして、次にお知らせの方ですけれども、まあこれ、まあ、これ海洋関係なので、はい、飛ばします。ちょっと今週のイベントですけれども、叫びやルービン、正午4時間正午プレゼント、正午をもらえるプレゼントは、まあ強化
なんかマー関係あるんですかね。華麗な、なんかどんどん増えていくな。あれ？あ、ここか。あれ？ってことはこの中なのかな。あ、報酬の中身こちらですね。まあ馬に関してはまあない。まあ黒石があるぐらいですね。まあルービンにあったらもらえるということです。あ、であと、あ、ちょっといいです。一応これでな。で、まあルービンのイベントと、あとまあこれは狩りのアイテム獲得率と、あとカカシの修練ですね、アップデート、あとウルキタースクリーンショットイベと、あとカプラスの石もこれも馬に関係ないんですけれども、1シルバーで抽出できるので、抽出予定だった人は今ですね。でまあ進行中以上が新しいイベなので、馬に関しては新しいイベはなく、まあ引き続きですね、ブラこれ、ターキーでもなく、まあ、ターキーにもターキーの羽にも、まあ、ちょっと幻想場所がありますけれども、まあ納品登場物経験値と納品日が、まあ、引き続きあと1週間ですね。はい、まであります。1週間あります。でまあウィークリーでこの無双の羽毛と、あとララ、あ、ララじゃない、リアナから受け取れるデイリーで交換できるのにも無双の羽毛があるので、あと1週間お忘れなくということですね。あと魔法上の石、これはまあ全部達成されたので、はい、問題なし。であとこれですね、これがまだ1週間あるので、まあ木、そうです、木曜日でリセットされるの、まあメンテでリセットされるのかな、まあ、リセットされてるので、まあされるのでまた応募するという形ですね。まあ、まあやってる方でしたら登場スキル変更券か、まあクローン石あたり、まあ登場物スキル変更券25個は結構大きいので、まあやっぱこれが一番、はい、狙い目だと思います。まあこちらもあと1週間ですね。はい、でカルフェオンコインはまあカモン1個あたり5個と交換できるので、これを忘れなくというのとですかね。はい、デイリースペシャル、あと復帰ですね、あとログボーとかですので、まあ引き続き、あと、来週のメンテまではまあ納品イベですね、が調教関係のイベントがありますということです。以上が、ざっくり見て、細かく見ていくと、まあ、先ほどルービン、まあ、馬は関係ないんですけれども、まあ、称号もらえるのと、あと、まあ、なんかプレゼントもらえるというのが、まあ、2週間ですね。はい、であとウルキタのスクリーンショットイベですね。これ掲示板にてということです。まあ馬に関してはないので、はい、あとカカシのイベント、カカシ放置してる人は、まあ馬放置してる人はカカシ放置はしてないと思うんですけれども、まあちょっとこういうイベントがあるときだけカカシしようかなって人は今ですね、2週間で、あとカプラスの石の抽出が、これが来年の1月3日までですね。まあ結構長いですけども、1シルバーで抽出できるので、抽出予定、あ、だからまああれですね、靴が今多分まあウルゴンかマスカンで、まあ、20段積んでる人が
まあ、ウルキタで新しく靴出たので、それに変えるときに、まあ、カプラス10段まででいいので、その残りの分の抽出が、まあ、だから1月3日までにやれば安くで済むということです、ね。まあ、1月3日までに、だから足の素材をということですね。はい、ということで、新しいイベントも、まあ、馬に関してはないので、はい、ということですね。で、まあ、ギルで終わる方ですけども、ギルド崩壊とブラック、これシルバーで買うのを、まあ一応ね、お得なので、はい。と、まあターキーもイベントも1週間。あと、まあ調教がそうですね、あと1週間なので、お忘れなくということです。あと北条の死はこれはまあ達成されましたということで、受け取りを忘れないようにということと、あとこれもあと1週間ありますので、ということで以上で終わるイベントのチェックも終わりまして、あとパール商店見ていきますけど、まあ、あの今週は、あのバグの安売りが、まあ、馬に関してあえて言うならバグです。あのそれもあのまどろみ専用バグが割引になってるっていう、結構割と早くに割引入ったなっていう感じですけれども、それが来てるので、でまあアバター、まあ見ていきますけど、アバターとか、あとそうですね、エリア拡大したので倉庫で旧車も、あ、だからそう、新エリアで旧車が増えたので、まあそれ馬に関して言えば旧車がムズガル旧車1個増えましたということですね。それぐらいですかね。 あと衣装箱、アバター関係ですね。で記憶、カーマ、秘伝書、クローン、曲の輝く箱、まあ倉庫の割引、シルバー商品あって、アバターでこれですね。このこれがあ、図が絵は出てないのは中で見ますけど、これあれですね、幻想のバグで、あのまどろみのバグも 30% オフ入ってますので、はい、ちょっと買おうかなと思ってた人はチャンスですね。ということで、ちょっとまあこれ中で一応再度見ますということで、以上でパール商店見たので、グロラボの24日のグロラボの方を見ますけども、グロラボも馬は何かあったかな。そうですね。まあそう、何特にはなかったと思うんですけれども。海洋関係ですね。で、そうです。記念コイン、セーラー。もうこれ海洋。週末の月、まあ、馬に関して、これも、今は、無双の、昔は無双の桃がそのコインと交換できたので、これ必須だったんですけれども、ただこれ結構そうなんですよ、これね、人数5人揃わないと開催されない。で今回短縮さん参加しやすくなりましたということで、まあ、そうですね、商品に、
あ、これ夢見る羽。もしかしたら、これ、ちょっと名前が、無双の羽毛かもしれないですね、これ。なので、まあ、最近はその無双の羽毛の供給ルートがだいぶ増えたので、昔は、本当に、これしかなくて、あとは本当に最終でレイラの花びらとか、最終とか狩りでレイラの花びら、交換するぐらいだったんですけれども、だったので、まあ、なかなかね、これやらないとってことだったんですけど、今はまあ、入手ルート増えたので、まあ、より一層増やしたい人はって感じだと思う。多分これだから無双の羽毛だと思うんですけども、グランプリコイン、はい、渡してっていう。だからこれ参加するとなんかどうなんですかね。最初結構待つ必要が、今回待ち時間が短縮され参加しやすくなりましたというのが、マッチングで参加者をボスするように変更しました。あ、でもやっぱり5人集まらないと試合が始まらないんですね。だからどうなんですかね。なんかね、5人いない場合はね、ボットとかでどうにか試合始まるようにしてくれたらちょっと参加も しやすいとは思うんですけども、本当前は無双のもこれしかなくって、で参加する人もう時間帯限られてるのちょっと外すとなかなか人集まらないし、結局試合がこう中止になるみたいながよくあったので、そうです。これちょっとどうなんですかね、募集するように。あ、だからまあ今までだったらとりあえずこうもうすでに箱がこうあるので、こうそこに入っていくみたいな感じだったんですけど、それがまあ誰かがこう開催するからそこに入ってみたいな感じになるんですかね。ちょっと具体的にどういう、ただまあ5人集まらないと中止になるっていうのは変わらずっていうところがちょっと気になる気もしますけれども、はい、夢の羽ね。でだからこれちょっとこの辺ですね。あ、もういいか。これ辺がちょっと、だから来週韓国き、あ、だからちょっとこの後見ますけど、韓国の方見たらわかるか。で、報酬箱。これはなんか、あ、これだからランキングの報酬もちょっと変わる。ということですかね。本館枚数。で、まあこれは多分他の従来のコイン。だからコインの数が少なくて交換できるようになるって感じですね。あとは馬に関してはないって感じです。バイソンの使った、あー、これあ、これ多分あれ例のやつかな、見えない壁にぶち当たって落ちるっていう現象があって、多分それの改善の話なのではという、そうですね、こう使用中に消えて墜落だから、なんかこれとももうまどろみアドアナートが実装されてからすでにあったバグだったんですけども、これどんどんこう翼迅速で翼で飛んでたらなんか見えない壁にぶち当たって落ちるっていうのは前から言われてたのは、ようやくちょっと改善なく、まあ、解決するのではということですね。はい、なので、まあ来週またちょっと馬に関しては出てくる感じですね。
ということで、グロラを見たのでちょっと韓国の方でまあ見ていきますけれども、キャラ調整あって、直感的に王子、で、海洋ですね。で、これも海洋夏だ。ここですね。マッチングで3カ所募集できる。ただ5名に満たない場合は試合が中止で、まあ、1分後に試合が。だからまあ、試合の開始はスピーディーになったんですけど、ってことですね。で、夢見る羽だから多分これ無双の藻でいいと思うんですけども、この辺ですね。あとまあ操作性、蒸気の獲得は、O のタブにもあるのでそちらにも見れますということで、あとはもらえる報酬と交換できる数が変わるとかぐらいな、ちょっとこう、うん、ちょっと韓国の方でも、うん、どう、ちょっとまあ同じ感じなので、ちょっとまあ具体的に来て参加してみないと分かんないのと、あと報酬が本当にまあ無双のものでいいのかっていうところですね。はい、あとはこれですね、この見えない壁にぶち当たるのがなくなるのではということと、はい、ということなので、まあ今週アップで馬関係はまあ厩舎が1個増えたぐらいですけれども、あとは来週ですね、ということで、とイベントの方見ますけれども、まあそうですね、彫刻には真珠のロープをつけました。なんだろう、うん、ちょっとよくわかんないです。初めての夢、あー無双まどろみですね。まあはい、兄弟たち質問があります。まあステの話ですね。2頭の馬のうちどちらが速いですか。まあこれ結構実はその速度だけでもダメで、ブレーキですかね、あんまり滑りやすい馬は速度速くても実はちょっと移動遅くなるっていうのがあるので、ということで、まあ特に他、あと7世代の野生馬はな、私もちょっとは捕まえたことないです。なかなかいないと思います。ということで以上で、はい、メンテ、クロラボ韓国インベ見たので、あと中でパールショート見て終わりたいと思いますので、お待ちください。はい、それでは見ていきますけれども、まあこっちで見るの、そうです、ムズガル厩舎拡張機あるので、あ、だから拡張機あるのはこれだけですけど、厩舎はもうちょっと増えてるかもしれないですね。はい、ということで、あとはまあ、ここ見ていきますが、まあ、衣装はそうですね、機能性はまあ、あ、これですね、まだあと1週間ありますので、はい、買おうと思ってる方はあと1週間安売りあります。あとペットの方は特に狛犬とかも終わったんじゃないかっ
ったかな。はい、あと登場物ですけれども、これですね、これバグ、あれ、このまどろみの、これ他は 40% で、こちらが全部あの、あ、こっちですね、こちらが全部 30% オフきてて、あ、なんかまどろみと普通の幻想場専用ですねのドゥーム両方ですけれどものセールが2週間来てるので、ちょっと買おうと思った方は早速、まあ割と早いですね、なんか もうちょっと来ないのかなと思ってたんですけど、 30% オフで結構早くに来たなって感じですけども、はい、それが来てますね。あとはまあ引き続きここに週あと1週間この辺安売りありますのでということですね。はい、開かないかな、マイレージも、はい、ということで以上で、11月29日のメンテ馬関係チェック終わっていきたいと思います。ご視聴ありがとうございました。それでは失礼します。